1位です。パーです。この間ね、はい、リステリン、はい、を紹介してもらった。カリーパリシュワーじゃないですか、ね。そうだね、はい、紹介したんだけどね、はい、その続編じゃないですけど、また大人の事情で新しい日本品を手に入れてきたわけですね。これね、3月25日お、だいぶ先なんだけど、だいぶ先ですね、うん、入手しちゃいました。はい、これはね、そうですね、言っといたよね、はい、パン磨かないでねって3日間、はい、で、はい、その磨いてないです、ちゃんと磨いてないよね、はい、これを、はい、ダメなんですね。なるほど、了解です、ね、で、試してもらいたいんでね、はい、はい、ということでね、これね、どうなんでしょうね、活性炭配合のスピード、息すっきり、キシリトール配合ね、無味無臭みたいですね、うん、後ろに、はい、うまくやってね、はい、わかりました。はい、まあ、ランナッチ、はい、まあ、僕はこれのためにGに3日間歯磨きをするなというのを言われてまして、いつものことでしょ、それは。そんなちゃんと磨いてますから、いつもは。はい、でね、まあ生で最初は息を嗅いでほしいと G から、いや、いいよ、指令が来てます。どうしました。まあ、いいよいいよ、ガタガタガタ、はいはいはい、あー、くそ、あ、まだ、はい、はい、じゃあ、いきますよ。うん、いいよ、遠すぎやしません、気絶しちゃうかもしれない。うわぁ、ニンニク食ったっしょ。食いました、ラーメン。くっす、さ、人の口とは思えない。いやいやいや、ニンニク食ったら多分みんなこうなりますから。どんな匂いがするかっていうと、まあ、ドブみたいな匂いがしますね。そんなに歩くドブ。あー、じゃあ、まあ、これでね、それどうなるの。まあ、すぐに息が臭くなくなるみたいです。毒も綺麗に、はい、活性炭が綺麗にしてくれるみたいです。なるほど、はい、これ無味無臭のガムみたいです。じゃあ、いただきます。あれ、無味無臭じゃねえぞ、あれ無味じゃねえぞ、ミントだけかな。無味無臭って書いてあるんだけど、無味無臭じゃないっすね、これ。フレッシュミントって書いてあるけど、え、じゃあこの無味無臭は何だ、これはこれは何だ。ここに書いてあるんですよ。いや、まあ無味無臭の活性炭を配合してるだけだから、別に考えたら無味無臭ではない。なるほど、ちょっとね、残念だね、読めないから今後しょうがないね。もう消えた、消えたんじゃないでしょうか。はい、じゃあいきます。トイトイ、うぅ、あー、でもどうですか、優しい香りがしますね、これ。ミントの、あー、ちゃんとミントに優しい匂いがするかな。すごいっすね、なかなかいいものじゃないでしょうか。はい、ケース、ケース消えました。お昼食べてね、はい、口のね、仕事中とかで、そういいんじゃないかなっていう、仕事前にね、口臭いかなって思った時に、ね、そうパクッとね、はい、ご飯の後とかにね、例えばいいんじゃないでしょうか。まあ、ニンニクとかビールとかの後もね、まあ、昼間にビール飲んで多分いらないかもしれない。気にしないからね。何も気にしない。何も気にしないから、ね、いらないと思うんですけど。はい、まあ、今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、僕の口が臭いかなと思った方はチャンネル登録。臭かったんで。みんなしてくれると。大丈夫だと思います。このクロレッツのスミフレッシュ発売したら試したいなって思う人は高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。本当は磨いてないでしょ。え、本当は磨いてます。いつから。昨日も一昨日も磨いてます、ちゃんと磨いてます。それで臭かったの。ニンニク食いましたから。